なかなか厳しい練習やるって聞いてたんで、まあドキドキワクワクしながら来ました。今日は頑張ります。トラック練に、はい、来ました。今日、はい、メニュー何でしたっけ。今日は1キロプラス2キロ3セットで、1キロプラス2キロ3セットの変化走、はい、ペースはいかがでしたか。そうです。1キロは3分半で、3分半、2キロは3分45から50の間で気持ちよく走るっていうのが目標です。あ、わかりました。気持ちよく走ってください。そのペースだけどねすげえな。トータル9キロ、トータル9で、もしくは余裕があれば1キロはフリーみたいな感じでいけたらいいなっていう。できるできないは別としてもやるもんだと思う。トレーニングをします。トレーニングしましょう。待て、普通え3分45、うわ行くね、はい、ってか時刻はただいま夕方の5時、だいぶ日が長くなってきましたね。今続々と大会がキャンセルになったり延期になったりと、まあ、なかなか難しい時期でちょっとモチベーションが落ち気味なんですけれど、パフォーマンスを落とさないようになるべく、まあ、いい状態をキープできるようにちょっと頑張りたいと思います。40分切れそうだから完全にもう1セットで上がっちゃった。初めて切った40分。え、すごい。やった。初めて切った40分、10キロ40分切ったってことは1キロ3分55でした。3分55、すげえ。見事40分切りを達成しました田所選手です。あ、そうですね、先週から狙ってましたね、やっぱり1週間前から狙ってました。そのためにどういう準備をしてきましたか。まあ、そうですね、だいぶ腕体制をやったからということですね。あ、今後の目標を聞かせてください。そうですね、40分を切りたいと思いますもう切ってる、もう切ってるもう切ってるよ。最後に流しっていう200m だけダッシュするっていうのをやって締めですね。これを2本。はい、ナイス流しでした。お疲れ様でした。レベル高いです。レベル高い、はい、ですよね。ほぼ全員4分は余裕で割るっていう。置いてかれちゃいますね。いや、すでにめちゃめちゃ頑張ってるんですけれども、やっぱりそれでもレベルが高い、本当に。社会人になってこんな全力ダッシュすることは全然ないですもんね。ないっすね。インターバル走でも速いって言ってもこんな速度で走んないんで、短距離選手の凄さを感じましたね、今。なんかでもそれに近いものを感じますね。ハロからどうですか、短距離の方がいいのかな今日の練習終わりでございます。結構モチベーションの維持が難しいんですけれど、仲間と手を抱くことで、バッテリーもね、こう気持ちを込めて、まあ、練習を積んでいけたらなと思います。ということで、また次回の練習でお会いしましょう。それでは。